こなくそ、あの憎き麦わらめ、こんなに探しても見つかなって。しかし船長、なんでまたこんなマント着てなくちゃならないんで。てめえは海賊のイロハも知らねえのかい。この町にはな、相撲家って厄介な大佐がいるんだい。そいつに見つかったら麦わらへの伏せもみんな王者なんだよ。とにかく早いとこあの麦わらを見つけるんだ。いいな。くったくった、ローグタウン出る前に食うもんは食っとかねえとな。腹ペコだったんだ俺。実は俺も腹は減ってたが金がなくてな。お前に会えてよかったぜ。あ、金なら俺持ってねえぞ。何や、お前持ってねえの。俺が持ってるわけねえだろうか。それもどうだ。しかし返すな、いつもこいつらしい野郎だぜ。この麦わら、今度はてひねり潰してやる。じゃあここの払いはどうすんだ。許せねえ。許してくれねえかな。許せるわけがねえ。なおお、ラッキー。なんだお前、おごってくれんのか。悪いな。ああサンキューな。ごちそうさま。どういたしまして。まいどー。今の声は、あの麦わら野郎でしたよ。もじもじ、この派手野郎が突然。はい。どっち、どっち、